サンドリーキャラクター祭りを始めましょう。はい、いただいたリクエストメールをもとに登場していただいた部分をダイジェストでお送りしていきます。最後に大賞一つ決めたいと思いますので、はい、どうぞ皆さんお聞きください。はい、ということでエントリーナンバー1、おちん愛し。ラジオのサイン Z。僕が好きなキャラは1月31日と7月10日序盤に登場したおちん愛しです。ドクターでもある彼はいつも真摯に質問に答えていましたね。ということでエントリーナンバー1、おちん愛しです。おちん愛しに質問です。イボをブチッと潰した後何か出てきたんですか。おちん愛し、黙ってないで答えてください。イボ潰しまして出てきたのがその、はい、イボ太郎です。イボ太郎、これは認知しております。なんで答えに、これは認知してます。イボ太郎、イボ太郎、はい、イボ太郎は認知されてるんです。してます。あ、はい、認知はしております。ただはい、席は入れません。落合さん、週刊祈祷クリクリのものです。いろんなにいるんだよな。イ・ボミさん、イ・ボミさん、韓国人プロゴルファー、イ・ボミさんには親近感が湧くんでしょうか。これは一切関係ございません。うん、はい、はい、私はおちん愛と申します。はい、はい、イ・ボミさんとは全く、またイボ太郎が、なった時にそれは親近感が湧くかもしれませんけど、私とは全く関係ありません。ただイ・ボミさんで、うんうんうん、抜けるかって言われれば、うん、これはもう認知します。イボ放置です。もうイボ専門ですね。あるかもしれないです。ないでしょ、イボ放置。おちん愛しは失敗しないで有名なドクターですが、今回の潰し手術失敗じゃないんですか。私おちんちんのイボ潰すの失敗します。なんなんだよ、おちん愛しって。ショーン・ケイさんとかと一緒ですよね。そうです、おちん愛しですよね。多分そうだと思います。突然出てきました。誠実に答えるっていうことですね。どんなに質問されても、はい、そうです、そうです。まあ、うちんちのイボのことにね、はい、関しての話ですよね、この辺はね。はい、ラジオネーム T シャツパンダ、これエントリーナンバー2番のメールですね。はい、私が投票したいのは6月19日放送ヒップホップのコーナーに登場した言っちゃうぜおばさんです。知らないわ。このキャラクターは毎週有吉さんへのディスばかりのヒップホップのコーナーで、突然有吉さんへのリスペクトのヒップホップが送られてきた際に有吉さんが気持ちよくなって誕生したキャラです。エントリーナンバー2番、言っちゃうおばさん。ラジオネーム那須太郎。ダサ。ナスだって。有吉天才ロックスター、誰もが恐れる軍人さ、チンコはズル向け男らしい、パンダ好きにギャップ萌え、そのルックスにみんな萌え、トークのセンスは別次元、これらが我らの有吉さん。いっちゃうぜ、いっちゃうぜ、いっちゃうぜ、私は言っちゃうぜ。引っ越しじゃないですか。どっかで聞いたことあるな。言っちゃうぜ、一般言っちゃうぜ。何なのね。引っ越しおばさんでしょ。引っ越しおばさんですね。引っ越しおばさん。言っちゃうぜ、知らない人ばっかり出てくるわ。もう一枚ぐらいいけんのかな。はい、一回ブレイクするか。はい。はい、ということでサンドリキャラクター祭りやっておりますけども、早くもうエントリーナンバー3番いっちゃおうかな。あ、お願いします。はい、ラジオネーム止まらない、僕の
今年印象に残ったキャラクター、2016年3月20日放送でオープニングからたびたび登場した松井秀喜さんです。1970年世代を有吉さんと共に牽引している松井さん、国民栄誉賞受賞後もヤンキースの GM 補佐として精力的に活動する中、サンドリーに参加をしてくださり、松井秀喜川柳を披露するなど有吉さんとの軽妙な掛け合い見せてくれました。また半蔵門来てくれないかなということで、エントリーナンバー3番松井。エンジェルがね5枚、たまりますと、私有吉がですね2人でやってる一筆をしたためた色紙をプレゼントいたします。心の大スポンサー若月しなつ宇宙様がですね作ってくれた番組オリジナルのマグカップにはですねこれぞというメールをくれた方1名にプレゼントしておりますので、ぜひぜひ応募してください。松井秀喜さんに質問です。独身時代は AV が大好きで有名でしたね。最近のおすすめ AV 女優どなたでしょうか。明日ツタヤに行こうと思います。広川ひかるです。はい、広川ひかる、上島さんの奥さんですけど出てないの。松井秀喜さん質問です。アナルに直径何センチまでのバイブだったら入りますか。20インコース腕を畳んでうまく打つ素振りする、今日も明日も素振りする、ホームラン打つとやっぱり気持ちいい、外国のデリヘル呼んで尻撫でる、チンチンをブラブラしながらうまく打つ。よくやってくれましたよね。花輪くんがやる松井さんでもなく本物のね松井秀喜さんですからね。本物の松井さんですか。驚きましたけど、一番最初のやつなんか多重人格者にしか聞こえなかったですけど。もうね、川柳なんかすごかったですね。ビリミリガンのような素晴らしいですね。素晴らしいですね。皆さんよく覚えてくれてるなって感じしますよね。我々はなんてすっかりねやりっぱなしですから忘れちゃいますけど。エントリーナンバー4番ですね、はい、ラジオネームメガネかけき、8月7日放送、有吉 AI ですかね、はい、有吉 AI、 この番組初めての AI でした、こんな AI があればお外へ行くことも夢じゃないかもしれません。出ろ出ろ。そう、明日はきっといい日にならない、いい日にならない。なりますなります。さっきのみんなポジティブにならちゃ困るから一回ちょっと立て切りましたから、聞いてる人に希望を与えない。ということでエントリーナンバー4番、はい、AI。 もう声だけ発してくれれば、だいぶいけそうな気しますね。電気ついたらおかえりって言ってくれる、言ってくれるとか、おかえりなさい。そんな感じですか。ちょっとちゃんと、それ昔ながらの3次元のロボットじゃないですか。ペッパー君みたいなやつ。抜きますか。何これ。いやもうでもこういう未来は近いですよ。近いでしょうね。あ、私でしこるんでしょう。もっと音ちゃんと出ません。もっと見せてく、よく見せてください。だいぶ古いロボットですよ。がまじる出てるわね。そっちの方が良かったりするわけだ。こんな風にされるの好きなんでしょう。興奮しねえよ。続いてエントリーナンバー5番に行きますね。からまたメガネかけきさんですね。8月7日放送。また8月7日じゃん。の、京子ちゃん。とても可愛くて癒されました。エントリーナンバー5番、京子。なあ京子、京子は好きな男の子いるのか。どんな男の子が好きなのかお兄ちゃんに教えてくれよ。なんであんたみたいなやつにそんなこと言わなきゃいけないのよ。どんな男の子が好きなの。それはあんたみたいな顔の男よ。言わせないでよ。もう声聞いただけでブスってわかるね。
松崎か。松崎っていうパターンもあるんですね。あ、そうなんですね。ちょっと安田さん、京子ちゃん好きそうね。興奮してね。奥さんっぽいもんね。奥さん似てるね。いや、そんなことないですって。もっと綺麗な声してますもん。整形墓参りクソババアの息子だから、ね。いや、それは否めないんだけどね。もう一枚行きましょう。エントリーナンバー6になるかな、もう。ラジオ名大丈夫気取ってます、うん。僕の好きなキャラは、8月7日。8月7日、サンデーナイトお兄ちゃんの福田和子ちゃんです。8月はオタクである我が松崎アシスタントで、有吉さんが妹キャラに憑依。ね、有吉さんの妹像が具現化してもらえたのが福田和子ちゃんでしたね。エントリーナンバー6、福田和子。太田プロの、ひまわり広島の健康ガール福田和子だよ。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーです。全国のお兄ちゃんこんばんは。靴下持ってきたよ。お兄ちゃんの言った通り靴下持ってきたよ。気味が悪い。妹キャラですね。妹キャラだけどやばくね。お兄ちゃんが靴下持ってこいっつったね。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーです。お兄全国のお兄ちゃんこんばんは。かわいいね。君悪すぎる。君悪くないだろ。何言ってんだよ。靴下持ってきたよ。ヘッドブレイク。スデイナイトドリーマー。ライブオンエア。さあ、引き続きサンドリキャラクター祭りを行っております。はい、エントリーナンバーもう7になるかな。うん、ラジオネーム学ぶ。今年も演歌界の大御所登場してくれましたね。7月31日タイムマシーン3号山本が電話口に現れた際に五木ひろしさんが出てきてくれましたね。横浜黄昏を歌いまくり、9月11日の放送回でもタイムマシーン3号の山本が電話に出た時にも再び出演をしてくれましたね。エントリーナンバー7、五木ひろしさんです。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。五木ひろしです。あ、すいません、はじめまして。どうも。それでは聞いてください。はい。チャラララ、チャラララララ、チャラララララララ。チェ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 はい、父親代わりに。え、逆にいいんですか。それでは、それでは一曲聴き。はい。チェンチェンチェン。山本ですけど。ゆっくり。聞きました、さっきその曲。ゆきさん。もしもし、おはようございます。もしもし。もしもし。もしもし。あ、タイムマシンさんが山本です。お久しぶりです。はい。わかりますか。五木ひろしさんですかね。父親が亡くなってるんですよね。はい。あの人は言っていてしまった。五木さん。あの人は言っていてしまった。五木さん。もし、優勝をね、したら、はい、ぜひ、横浜に一度遊びに来てください。いいですか。はい、あの前回五木さんにあの五木さん私わかります。誰かですね、ちょっと耳覚えがありませんね。あら、これはちょっとショックですね。
細川たかしです。あーお連れの方だった。生ビールがあるじゃないか。生ビールがあるじゃないか。すごいね。ってってね。いや、本当にもう戸惑ってましたけどね。だいぶ慣れてきてましたね。そうね、後半になってきたね。扱いが慣れてきましたけどね。いつきさん今回結構、やっぱ横浜黄昏を歌いたいっていう欲求がすごいんでしょうね。もっとあるんですけどね、いっぱいね。先週も横浜黄昏歌ってましたよね、確かに。ラジオネームさざ波ジョイント。ほう。サザナミンジョイントかな、ね、僕が好きなキャラは9月25日オープニングトークで登場したゴーエイドです。9月場所で、大関ゴーエイド豪太郎が日本出身力士としては20年ぶり全勝優勝したことから、ゴーエイド選手権が開催され、この月のアシスタント平子新妻有吉の3人で、3人のゴーエイドが登場、3人ものゲスト、力士がゲストということでスタジオも狭かったんじゃないですか。また来場所でも登場してほしいです。エントリーナンバー8ゴーエイド。さあ優勝おめでとうございます、ゴーエイド関。ああ、でも厳しい一番ですけども、なんとか自分の立ち合いで、ね、うん、ゲスト、喉を放送したと思ってます。そうですね。お母さん、毎日応援に来てくださっておりました。どうですか、お母さんに一言。本当に苦労かけたと思ってたんで、今回の優勝を、なんとすることができて、本当に嬉しかったです。さあ、続いて、ゴーエイド、ゴー太郎関です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今回、どのぐらいのタイミングから優勝意識されてましたか。そうですね。初日からいい立ち回りができたので。立ち回り。いいスタートが入れたんじゃないかなと、初日から思ってました。はい。今回、白鵬関がお休みということでね、まあ、大きなチャンスだったのではないかとは思っておりますけども。そうですね。来場所から多分白鵬関帰ってきます。いかがですか、白鵬関。白鵬だけがね、怖いんだね。白鵬対策をしっかりと。白鵬だけが怖い。白鵬だけなんでね、もう。見事、優勝を決めた、豪栄道豪太郎選手です。ありがとうございます。ね、本当に厳しい戦いもあったと思うんですが、全勝優勝ということで、今の率直なお気持ち聞かせてください。悔しいです。マジだよ。全然言ったら相撲知らないんだもん。あ、そうか。相撲の情報が全然ね。平子なんて、ゴーエイド豪太郎選手って言っちゃう。あ、そうですね。ゴーエイド豪太郎関。関ですね。ね、はいはい。なかなかよくは合わない。でもまあ知らないからこその、まあ思い切りですよね。まあ僕がまあドンと胸を貸したっていう感じですかね。相撲だけでね。まあ来年はもっとね、相撲のモノマネもしていきたいなと思いますし。あ、そうですか。今お気に入りとかあるんですか、なんか。今はまあ、ありますよ。やっぱり、うん、春間富士です。春間富士、春間富士さん。はい。春間富士、うん、地元モンゴルでは警官の資格を持っております。情報じゃない。情報じゃない。ただの情報でしょ。関根さんとかでもただ情報言うときあるから。そのしも。いや、なかなかね。ねえ、まあサンドリー出身の力士なんかもね、登場してくれると嬉しいですよね。それはそうですよね。ね、サンドリー出身のラガーマンとかね、野球選手いっぱいいますから。え、サンドリー出身の野球選手、やっぱり見たいですよね。次続いて、はい、ラジオの金玉工場長。僕が今年好きだったキャラは6月19日21時台最初に登場したインキンです。このインキンはタイムマシーン関さんの相棒らしく、二人でとても可愛いやりとり、うん、なんだかついほっこりしてしまいましたね。エントリーナンバー9番インキンです。改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントは新宿カーボーイ石澤とタイムマシーン3号の関です。インキンだよ。あ、半分言っちゃった。あれ、金が喋ってますね。金が喋ってんのか、おい。いや、なんかもうディッシュ持っちゃって、金の方が。僕を見てよ。もう出てってくれよ。インキンだよ。いつまでいるんだよ。そんなこと言わないでよ。お前一回いなくなったじゃねえか。
もう20年も付き合ってるからお前のせいで道行く人に北京車って言われるんだぞ。しょうがねえ、また解雇してやるか。やめろ、かゆい、かゆいよ、かゆいよ。そんな時はデリケア MZ ないんだよ。これのおかげででもデリケア MZ がね、ね、池田も半藤さんから聞き届きましたらしいですよね。すごいオープニングからもう陰気の話ばっかりしてるんですなかなか大変ですけどね。いやそうか、これでもうだってもうそうだよ、だって前半戦終わるよ、すぐもう終わりですか。早いね。あら、なんか早い。もっとだからあれだね、このやっぱり年末のキャラクター祭りを意識してしっかりやっていかないとダメだね。ラジオですか。うん、でもやっぱりしっかりやっていくと飽きちゃうからね。はい、うん、その場その場で適当にやってるのが一番いいから。性に合ってるから。そうです、なんかね、うん、あの僕多分去年これ来てるんですよ。はい、同じこと言ってましたね。Stay Night Dreamer Live On Air。 もうエントリーナンバー10番になります。うん、ラジオネームイーグル。僕は2016年9月18日ヒップホップのコーナーに、登場した勘定奉行に一票投じます。実は勘定奉行様が登場された直前に私のラップが読まれたのですが、新妻はラップが下手くそ、私はユーモアセンスゼロ、大事故になりそうだったところを勘定奉行様に救っていただきました。またお会いすることができればあの日言えなかったありがとうを伝えたいです。エントリーナンバー10番勘定奉行。勘定奉行にお任せあれ。今のモノマネ俺自分史上最強。勘定奉行にお任せあれ。勘定奉行さん、好きな女優は誰ですか。ルーシー流でオナニーせよ。いい加減しろよ。勘定奉行にお任せあれ。大蔵大臣じゃないんだから。そうですね。あの辺のね、CM よくあります。はい、あります。もう11番ですね、エントリーナンバーは。ラジオのセンタービス。私の好きなキャラクターは、ブドウパンを勧める氷室京介さんです。この日の放送は氷室さんのファイナルライブ前日。そんな時でもブドウパン食べますかとゲスナをいたわる氷室さんの優しさ、私は思わず枕を涙で濡らしました。エントリーナンバー11番氷室。氷室さん、好きなパンはブドウパンだそうですが嫌いなパンは何ですか。うーん、フライパンだぜ。俺冗談言ったから。これ冗談言ったんですね。そうそう、気さくな方やから。なるほど。うん、パンはパンでもですよ。パンはパンでもフライパン。パンはパンでもフライパン。普通お菓子食べられないパンは。パンはパンでもフライパンってなんだ。いやいや違う、食べられないパンは何だと覚えちゃってるな。フライパンってなんだって。フライパンですよね。そうですね。気さくなんだけどね。氷室さん面白い人ですね。フライパンで焼けるものってある。いやいやいや、なぞなぞでもなんでもない。卵正解。はいはい、氷室さんのなぞなぞ分かりました。パンはパンでもフライパンはなんだ。正解はソーセージパン。氷室さん、合ってますか。氷室さん、パンはパンでも、アナルの中に入れると気持ちいいパン、何パンですか。食パン固めてやつ。あ、じゃないの。何言ってんの。何言ってんのよ。本当に分からない。何言ってんの。食パンを固めたやつってバカだな。頭が悪すぎるよ本当に。もう参っちゃうよ本当に。あたへこんなもう42歳だっつうの。いつまでこんなバカなことやらせてもらえるのか知らないけどね。いやー、まあちょっとこのラジオが終わった時が一つ大人になる時だろうな。そうするとやっぱり次のステップに進まなきゃなと思うかもね。あ、そういうことですか。やっぱりちょっとコメンテーターやってみようかなとか。はい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 、はい、ね、そうですね。このラジオやってる人はお昼の帯やらせてくれませんか。
そのラジオやってる人がコメンテーター無理ですね。それはちょっと無理です。それは無理ですね、難しいですからね。もうエントリーナンバー12番になりますか、ラジオ中田でして印象に残ってるキャラ、2月14日放送、で登場しましたね、プリズンブレイク。日本語吹き替えバージョンでティーバック役を担当している、若本さんとワイルドスギちゃんのコンビです。自分は新参者でゲスラー歴が浅いのですが、おそらくこんなにもたくさんのゲストが登場する回はあまりないんではないかと思っています。そういう意味でこの回は印象的でした。エントリーナンバー12、スギちゃん。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーだぜ。あれは白いけどね。ワイルドだろ。思わずね、こんな風になっちゃったぜ。2月に入ったっていうことでね、俺は今日もパンツ一丁で来たぜ。ワイルドだろ。こんにちは。夜なのにこんにちはって言っちゃうぜ。太田プロのワイルド番長有吉弘行だぜ。ティーバックのあれでしょ、日本語バージョンの吹き替えの方を見始めたってことですか。そうだぜ。その声ですよね。ワイルドだろ。なんでスギちゃんやったんだよ。またスギちゃんブーム去ってくださいよ。もうそろそろ2016年なんですから。ティーバックかと思いきやスギちゃんだぜ。全然びっくりしねえよ。途中までティーバックっぽいじゃん。ティーバックの声優の人がちょっと忘れちゃったんですけど、あの人も結構有名な人です。あの人はね、有吉弘行の誰得って番組でもな、ほうほうほう、ナレーションずっとやってくれてんだぜ。ああ、そうだ、有吉弘行の誰得って言ってるんだぜ。ワイルドだろ。今日はスイスの鉄道紹介だぞ。違います。いや、ちょっと止めましょう。ちょっともう何が何だか分からないじゃない。恐ろしい ね、 そうっすね。酔っ払ってやってんの。酔っ払ってやっててもまだマシだよね。まだ。いや、そう思うよ。あの、あれでしたね。本当に出始める時のスギちゃんのオープニングのやつって、本当に見切り発車っぽかったですね。勝手にやり出して、勝手に作り出してったっていう感じがすごくわかりましたね。手作業ですよね。手作業ですね、ほんとね。すげえ、聞き直したらわかると思うけど、これすごいな、これ。なかなか、なかなか面白いじゃないか。顔雑魚師匠なんですけど、顔は雑魚師匠なんですけど。雑魚師匠顔のことだね。ラジオなんだから。そうです、そうです。誰のものなのかわかる。誰のものなのかわかる。誰のもの。いや、でも、誰なんだろう。こんばんは。おう。こんばんは。え、誰だ、どこの声優なんだろう。勝新太郎です。そんなでしたね。そんなでした。さあ、続いて、もう13番目かな、はい、ラジオの大丈夫を気取ってます。僕の好きなキャラ、5月1日放送で登場したゆとりの有吉さんです。ドラマゆとりですか何かを見た有吉さんがゆとりになり冒頭から登場。放送事故を恐れない有吉さんはとにかくゆとり全開でした。知らないよ。エントリーナンバー13、ゆとり。有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。こんにちは。すいません、ゆとりなもんで。ゆとりですけど、なんか。ドラマ、ドラマやってますからね。ドラマやってますから。こんにちは。あるし、ゆとり世代じゃないでしょ、もっとおっさんですよ。こちらもね。こんにちはじゃないっす。うるせえ、じじい。こんにちは。まだつくか。犬100匹飼ってます、有吉です。嘘ばっかりして。それ何のゆとりの誕生。東京半蔵門の JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーです。5月になったんで、犬の世話も落ち着いてきました。
あ、犬のこと心配になってきた。あ、悲しい。あ、犬の、100匹の犬のこと悲しくなってきたな。悲しい。なんだろ、100匹の犬ってなんだろ、出てくるの、それが。あ、いや、寂しいな。出てくるんですかね。いや、寂しいな。帰りてえなー。あなたの番組です、坊ちゃんの。あ、すいません。そうですよ。すいません。それなんで。なんか、それ言えばいいってもんだ。ダメですって。はい、何か？いや、ドラマでしょ、それ。タイトル言っとれやないか。うちのこの会社タイムカードないですから。ないですよ。別に来たい時間に来て、来た、あ、帰りたい時間に帰る。いや、ダメでしょ、生放送でやる。フレキシブルな。フレキシブルとは言わないでしょ。そんな会社じゃないですよ。芸人でしょ ?80 人。芸人じゃないから俺。え？芸人じゃないよ。芸人でしょ？全然芸人じゃないから。全然芸人じゃないですか？トリマ。トリマ？犬の？今の若いやつはゆとり世代なの？ねえ。全然俺ゆとりだと思わないけどね、自分自身。まさにゆとりの。ゆとりの？まさにゆとりのような放送です。あ、そうだね。取り留めのないね。そうですね、確かにね。取り留めのないものですよ。そうですね。ラジオネーム東北自動車道。僕が好きなキャラクター、有吉シェフです。9月25放送のニュースコーナーで、うん、アルコ&ピース平子さんが天海祐希さんのドラマにゲスト出演というニュースを取り上げた際、うん、せっかくだから予行練習をしておこうということになり、うん、有吉さんと平子さんが即興で演じた、お話ですね、うん、はなかなか良かった、有吉さん話の続きは劇場でと言っていたので、うん、劇場版の公開待ちきれません、うん、エントリーナンバー14シェフ。はあ、シェフ遅いなあ。もう約束の時間を過ぎてるじゃないか。ドカン！シェフ！大丈夫ですか？あれ？なんで？あれ？なんだこれ？俺、チンチンがついてる！なんだこれ？私のこれ？これ何？シェフ！私たち、これってどうなってるの？そんな話じゃないでしょ。そんな話じゃないでしょ。君の名は。君の名は。いわゆる今の君の名はそうですよ。シェフはそんな話じゃないでしょ。君の。いや、これいち早くね、やっぱ流行りものを取り上げて。取り上げたんですか？ね。もう15番目に。15番目。もうだってお別れが寂しいからね。ちょっとなかなかやりたくなくなるんですよ。ああ。これを全部紹介し終わった日にはもう皆さんとお別れなんですもん。ああ、まあそうですね。はあ、寂しいね。あら、どうしたら、らしくない発言。え、そうですか？いや、いつもこんな感じでやってますけどね。余談ですけどね。余談ですけどね。急にペイしようか。ございます。ラジオネーム違う人のラジオだったから、ラジオネーム耐水ペーパー、はい、お願いします。僕が最も印象に残っているキャラクターは9月25日に登場したダブルマウスです。有吉さんがアナルでおナスを食べる新人類であることをカミングアウトした後、ダブルマウスとして真の正体を表した時はゲスナー全員がこの世の終わりを覚悟しました。エントリーナンバー15ダブルマウス。有吉さん、俺は信じねえ。アナルでおナスをいただけるだけで新人類なんてありえねえよ。だってそんなのみんなできるじゃん。俺が新人類なわけないよ。俺は普通の人間だ。俺は新人類じゃない。現実から目を背けないで。あなたは新人類なの。入り口と出口が2つある。これなんだ。私のような優勢人間だ。おっ、ほら、僕強えやついる、いねえかな。強えやつをお探しですか？私が、あなたは火星からやってきた。わかりますね、私の名前は。いや、名前はちょっと存じ上げないですけど、ダブルマウスことナスを用意しただろうね。私の希望通り。ナスを1000本用意しなければ、石油は終わりだ。ダブルマウス様、うちの畑で採れたナス50本です。どうか、どうかこれで勘弁していただけないでしょうか。お願いします。
50本か。まあしょうがないな。死ね。ああ、ひどいこと。やっぱ足りない。ああ、何すでも食べるか。バカめかかったな。うわあ、おおおお、気持ちいい。めちゃめちゃ強いからね。強いね。ドラゴンボールでいうところほぼフリーザーです。何なのダブルマウスって。安田さんシングルマウスだもんね。私はい、そうですね、シングルマウスです。シングルマウスですね。ダブルマウスかな。でも女性の場合トリプルマウスもいるからね。それすごいな。それがやっぱり女性に勝てないところなんだよな。あ、そうですか。やっぱ俺やっぱ所詮男だなって。まあ無理やりね、まあちょっとあるけど、それはちょっと食べるわけにはいかないじゃん。やっぱそっからそれナスは食べれないから、あれが。女性はだからトリプルだからすごいよね。まあそうですね。はい、すごい。フランス国旗みたいなもんでしょ、トリコロールみたいなもん。すごいね。女性参加ですよ、あれは。本当に素晴らしいなって。やっぱ女性に勝てないなっていうところですよね。とかね、食べますかね。3つ食べますかね。何食べたいですか、一番は。いや、なんかもし食べるとしたら何食べてみたいですか。食べるなら、食べるなら、まあじゃあ人参とかですか。わあ、人参。なんで人参なのよ、適当すぎない。いや、まあパッと思いついたのは人参です。まあ先が細くて徐々に太くなってるからな。まあ素人には持ってこいだろうな。だけどそれちょっと本当はそれ怖くない、それ。いや怖いです。カッコつけて言ってっけど。ああ、そうでしょ。じゃあ、あれアスパラでしょ。いやでもアスパラの先端がギザギザしてるのとか。あと根元も硬いですからね、あれ結構ね。いや硬いや、あれかよ、あんまり気にしない方がいい。本当ですか。いやアスパラ怖いな。抜いた時めちゃくちゃついてそうですよね。いやそれはもう3日間もう飲まず食わずだから、綺麗しないと。それルール違反だから。ああ、そういうことは。それ失礼。それは知らなかった。それ失礼だわ、最低。それ口とは言え、それケツの穴だ。いやいや、あなたのそれケツの穴。私たちはもう清潔ですから。そうですか。歯磨きともうアナル磨きで2つやってる。歯ブラシ 2種類あるから。歯ブラシってあれですか、あるんですか、アナル用の歯ブラシっていう。アナル用の歯ブラシなんてないよ。別に普通の歯ブラシ。あ、普通の使ってらっしゃるんですか。柔らかめね。あ、まあまあそうでしょうね。はあ、そういうことですか。ラジオネーム琵琶湖のアナコンダ。はい、ほんといい加減してよ、もう。今年アナルイヤー。来年からもうなしよ、もう本当に。いや、もうできればそう。ギャラクシー賞取りたいんだから。こんなんじゃ取れないのよ。アナルが一回でも出たら取れないから。すみませんね。その月、その日は。そりゃそうですね。そうですよ。だからもうダメ。はい。じゃあもう。アナルからの卒業。もう取れませんよね。それでね。言ったよね。ね、言っちゃうとね。まあ今日はいっぱい言っちゃってますから、もう関係ないですけど。盗んだアナルに何入れる。アスパラか、おナスかな。人参か、じゃがいもか、玉ねぎ。カレーの材料みたいになってるけど。何、人参じゃがいもなんて無理でしょ、もう。絶対に。スティック状にしたね。ああ、そういう風にね、切ってね。整形すればね。行くよ。はい、お願いします。やらして。俺のせいだろ。ラジオネーム琵琶湖のアナコンダ。はい、お願いします。私が印象に残ってるキャラ、4月17日放送、9時過ぎフリートークで出た仏の有吉です、もやし専門店を予約したココアちゃんと若手刑事酒井、それを落ち着かせる仏のベテラン刑事有吉さん、このコンビもう一度聞いてみたいです。全然わかりません。3エントリーナンバー16、仏の有吉。金玉白髪のクソジジイ。今何なんですか。え、金玉白髪のクソジジイ。ブリッジだ、おーちゃん。はい。めっちゃ怒った。お前が予約したのか、本当に。はい、僕がもやし専門店予約しました。合コンやったんだな、酒井と。やりました。なんでもやし専門店したんだよ。いや、ちょっと一個。ちょっとじゃねえんだよ。金玉白髪のクソジジイ。あんだけ俺いじられた親父だって死んでんだぞ。おい、酒井。俺が聞きお願いします。すいません、先輩。すいま
ません。美味しかったか。もやし。そうですね、美味しかったです。恥ずかしいと思わないのか。いや、まああんま思わない。お前らお前らリーダーは白黒のクソジジイ。高い。はい。俺が聞きます。その若手のなんすか、そのまずは勢いのある若手刑事が、まず勢いのある若手刑事、刑事っていうので仏の刑事が出てくるっていう。金玉白髪のクソジジイ。何これ、この金玉白髪のクソジジイって何なのよ。このブリッジ全然忘れてるから。金玉白髪のクソジジイ。これもギャラクシー賞取れなかった回です。取れないでしょうね、これはね。この回もちょっとギャラクシー賞取れなかったですね。ギャラクシー賞取った回もちょっと1本ぐらい紹介したいですけどね。そうですね、はい。ついついね、ゲスナーの人たちが下ネタ送ってくるから、それでもうちょっと排除されちゃう。困ったね、本当に。来年からはもうちょっとなんかちょっとアカデミックなコーナーとかもやって、やっぱりちょっとギャラクシー賞狙っていかなきゃいけないなって。ああ、じゃあまあ、ね、じゃあもう本当なしにしましょうよ。そうだね。はい、うん。アナルは語るとかさ、なんかちょっと。ダメですよね、それはね。まあアカデミックにやって。やっていけばいい、ね。うん。一旦ブレイク。はい。もう行きましょうかね、はい、エントリーナンバーも17個になりますか。お、優しい 理系数学。今年のキャラクター祭りは断然シンディ・ローパーさんだと思います。知らないな。シンディ・ローパーさんはボラニーを、ボランティアオナニー、ボラニーという言葉を生み出しただけではなく、ちょっとエッチな質問にも答えてくださり、ゲスナーたちのボラニー活動にも多大な貢献をもたらしました。本当、エントリーナンバー17番シンディ。シンディ・ローパーさん質問です。どんなものをアナルに入れられると一番高い声が出るんですか。シシトの辛いシシト。辛いシシト入れられるとね、たまに辛いシシトあるんですよ。辛いありますよ。あれが一番。あれ入れられると一番。辛い。大丈夫じゃねえかよ。シンディ・ローパーさん質問です。多いな、シンディ・ローパーさん。年末年始はどう過ごされたのですか。ボランティアとオナニー。そっか、あそこであれですか、ボランティアとオナニーでボラニー、そういうことか。そうなんですね。シンディ・ローパーさんがやっぱそうか、そういう慈善活動やってるからね。偉いよね、ああいう人たちって。お金があるからね、やっぱり余裕があるんだろうけど、まあそういうことにも積極的に参加してくださいますからね、ボランティア、オナニー、ボラニーね。シシトを食べるとやっぱあれぐらい出るんだな。安田さんのだからダメだから。そうだ、そうですね、アスパラとかでも人参とかでダメだ、あんな声でうわーってなんだよ。多分そうだと思うよ。アスパラ入れたら、だと思うよ。ああ、でも、そうぐらいでしょうね。でしょうね。うん。俺はでも、もっとシシトとか入れるからね、俺はちゃんと辛いやつですか。うん、かー厳しい厳しいだったらやらなきゃいい。からし塗ってちょうだい。いや、古い。古い。材質って古い。アナルマルク竹本ピアノ、そこ変えろっつうの。なんでそこ変えないの。怒られる。竹本ピアノに怒られるよ。いい加減。からし塗ってちょうだいっていうね、エントリーナンバー。18ですか。ラストですよ。はい、ラストです。ね、はい、いやー、寂しいね。もうお別れですか。はい、家帰らなきゃ。寂しいね。寂しいですね。行きましょうか、はい、お願いします。ラジオネーム東北自動車道。僕が推薦するキャラクターは小池百合子都知事です。都知事就任直後8月21日放送に登場をし、衣服が小池グリーンであることをやたらと強調していました。ゲスナーは童貞に優しい街づくりをする小池先生を応援します。エントリーナンバー18ラスト、小池百合子。世界の皆さん、お元気ですか。小池百合子でございます。小池百合子さん、今なら抱かれてもいいという時は
何色の服を着るんですか？小池グリーンでございます。いつもだね。石原前都知事がですね、非常に浄化作戦ということで、はい、歌舞伎町を寂しい街に してしまいました。はい、確かに確かに。私はここに宣言いたします。歌舞伎町風俗宣言をいたします。すごいね。歌舞伎町風俗宣言、小池百合子さんがしてましたけれどもね。好きな色は何ですか？って考えるまでもないっていう。小池グリーンしかねえだろ。あれ以外の何を答えようとしてたんだろうな、あの時間で。小池グリーンって言わない方が楽しいのかなと思ったのかな、っていうね、いろいろ自分の中での反省もございます。小池グリーンでいいんでしょうね。はい、さあ、ということで18個のキャラ出揃いましたね。はい。ざっと読んでみましょうか。謎でしょうけど。はい。おちんあい、いっちゃうおばさん、松井、AI、京子。福田和子、五木ひろし、豪栄堂、陰金ちゃん、勘定奉行、氷室、杉、ゆとり、シェフ、ダブルマウス、仏の有吉、シンディーローパー、小池百合子。ということで。さあ、それでは、大賞の発表に参りましょうかね。お願いします。サンドリー、キャラクター祭り、大賞は、五木ひろしさんです。五木さん、はい、これはまあ、オッズが 2.1 倍ですから、結構まあ本命ですね。一番人気ですね、ほとんどね。機種もまあデムロですからね。まあ大体これ硬いなとは思ってましたけどね。さあ、まあ五木ひろしさん、まあ回数もね、はい、結構出てくださいましたし、はい、山本くんとの掛け合いもありまして、はい、まあ横浜黄昏のね、歌も何回も歌ってくださいましたし、非常に、はい、番組に貢献してくださいました。うん、まあ来年もまたどしどし、五木ひろしさんはゲストに呼んでいきたいなって。ああ、そうですか。はい。でもあれなんですか、やっぱ歌、ほら、いっぱいヒット曲あるじゃないですか。はいはいはい。だからやっぱり違う歌とかになってますね。うん、まあそうでしょうね。まあ、本当にいろんな歌があるからね。ありますよね。うん。でもまあ今回はちょっと、それでは、優勝の、はあ、今回大賞を受賞されました五木ひろしさん、はあ、ここで歌っていただきましょう。はい、横浜霞。横浜黄昏ホテルの小部屋口づけ残りがタバコの煙ブルース口笛女の涙人は言っていってしまった人は言っていってしまったもう帰らない